最終ラウンドが行われ、3打差3位から出た今平周吾、28イコールダイヤが7バーディー、ボギーなしの64をマークし、通算12アンダーに伸ばして逆転で今季初優勝を手にした。19年11月のダンロップフェニックス以来、約1年10ヶ月ぶりのツアー通算5勝目。単独首位から出た石川遼、29イコールカシオは71と伸ばせず、2打のリードを守りきれずに通算9アンダーで池上健志郎、29イコールフリーと共に2位で終え。